皆さんこんにちは、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は畑の片付けをしてます。このように、夏に植えたスイカです。これスイカ、とかあともうだんだん終わりに近づいているキュウリ、こういったものを片付けてますが、人間はもう寒くなってきて食べなくなったスイカ、こういったものは動物たちはまだまだ喜んで食べます。なので捨てるのはもったいないので、今日は、スイカ、たくさん転がっているのでこれを集めて、動物たちに食べさせていこうと思います。特に、牛やこの間出した鶏、そういった動物たちに食べさせようと思います。それでは集めていきます。このように立派なスイカも転がってました。これは家に持ってって食べてみましょう。食べられるでしょうか。多分まだ大丈夫だと思います。ほら、巻くか。はい。はい。はい、スイカどうぞ。はい。
うん、はい、鶏も喜んで食べます。長さ1月か。ほら、いるぞ。ほい。うまそうに食うな。鳥もスイカは大好きのようです。はい、ここはこの間動画に出しましたが、外に放したところです。今日でちょうど10日ぐらい経ちました。このサックの中はすごい荒らされたというか耕されたみたいになって、草がほとんどなくなりました。この外側と比べると分かりますが、外はこんな感じでまだ草あるんですが、中はこんな感じになってます。毎日ここさ来て土掘ったりしてるのでこんな状態になりました。そして鶏たちは毎日今3個ぐらいずつ卵を産むようになりました。この鶏が産んでるのかは分かりませんが、多分3羽ぐらいが卵を産むようになったんだと思います。今そんな状態の鶏たちです。
ちょっと待って、あっちで切った。この辺で切っか、じゃあ。まあみんな集まってるな。はい、こっち来い、こっちこっちこっち。はい。はい、スイカどうぞ。よいしょ。ほら。はい。はい。今取っち出した。決めろ。はい。このまま食えっか。ワニは来てけっから、じゃあ。はい、こっち来い、来い、ほら。来い。はい。どうぞ。それは俺が来んだ。来なよ。そしてこれがさつまいもを掘った後のツルです。これも牛たち大好物です。この前ヒロちゃんも食べさせてましたが、これずっと我が家でも向こうからさつまいもを掘ってそのたんびに食べさせて、今これぐらいしか残ってません。あまり一気に食べさせるとはちょっと調子悪くなると悪いので、ちょっとずつ食べさせてますが、これも大好物です。これ昔、昔というか戦時中はこれも食べたと言ってました。そういうこと聞きましたので、人も食べられるんでしょうが、今では食べないので牛に食べさせてます。これも集めて食べさせていきます。
ったか、うまかったか。ちょっと残ってやるぞ。すごい茶髪だね、茶髪。はい、ということで、畑に残ってた野菜、特にスイカですが、こうやって牛や、鶏に食べてもらいました。みんな喜んで美味しそうに食べてくれたようでした。捨てるのはもったいなかったので、ちょうど良かったです。そして、家に持ち帰ったあの大きなスイカ、あれはやっぱり時期外れということもあって、あんまり美味しいスイカではありませんでした。はい、ということです。それでは、ここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今日は暖かいね。暖かい日だ。